ギア比4対1で走らせてたけど、ギアって変えたらやっぱり速くなるのかな。ということで今回は駆動周りを見ていこうと思います。まずは単純にギア比を比べていきますが、そもそもギア比とはタイヤが1回転するのに必要なモーターの回転数で、4対1比であればモーターが4回転した時にタイヤが1回転することを表します。4対1比のギアと比較するのは3.5 対1比の超速ギア。ギア比が低いほど回転数が上がりスピードが上がりますが、バンクセクションなどトルクが必要な際は4対1比がおすすめとなっています。ギアを交換する際にはカウンターギアとスパーギアの組み合わせが合っているかどうか確認しましょう。小径タイヤとの相性も良かったかな。ギア比 3.5 対1比の方が速いということで、続いて比べてみるのがカウンターギアのベアリング。 MS シャーシをギアベアリングセットに交換して走り比べてみます。そしたらこちらも AO パーツ520ボールベアリングに変えてみましょう。強化シャーシだと520ベアリングが対応しています。では最後、タイヤのブレがちょっと気になってきたので強化シャーシについていたシャフトと交換します。はい、ということで、あれおかしいな、シャフト長いぞ。そうしましたらホイール貫通というものをやっていきます。シャフト穴を 1.8 ミリのドリルで通した上で、垂直を意識してドリルを貫通させていきます。
はい、どうなったかというとこんな感じ。ロングシャフトを差し込んで台座を使って押し込んでいきます。はい、では改めて台座を使いながら押し込んでいきましょう。こうすることでホイールから外れにくく、回転のブレも少なくなり、駆動効率が上がるとされています。本日の動画以上となります。また駆動を見直すことでマシンスピードが上がりました。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。